ズミックメデソンのあっちーです。この動画は結構前に中村紅白先生の前世導きがオンラインセッションを受けた時の動画になってます。音声がねちょっと古かったんでうまく調節できなくて、音声なしになってますので、自分自身がねちょっと解説しながら動画流していきたいと思います。で、今先生が書いてくれてるのは私の前世で縄文時代という時代にインディアンのね先駆け的な感じで、その時代になんか髪おろしみたいなことをやってる女性ですねが、お焚き上げをしながら神様につなげていくようなことをしているという説明の中で、炎にくべている何かを今書いてくれてるんだけど、なんか炭のようなもので、龍みたいなねなんか絵柄が書いてあるのをくべながら焚き上げをしているんだそうです。で、今この画像の先生が描いてくれている後ろのものがその女性になってます。で、私自身ね実はアリゾナに住んでいて、アリゾナのね暑いとこじゃなくて、北東地方の要は山の上になっています。ホワイトマウンテンっていうねナバホの、地域になってるんですが、かなり山の上で標高高くて雪が降る地域になってます。で、今こうやってでアリゾナに住んでいるのもやっぱり何かの縁でね流れ着いたような感じになってます。アリゾナに来てから9年目になるかな。で、このセッションを受けた時は多分5年ぐらい前だと思うんで、17年あたりなのかな。今先生が書いてくれてるのがさっきの女性を全体で、遠くから見た感じなのかな。全体像を書いて説明してくれようとしてます。で、炎があって、でそのそばに座っていて、で長老とか村の人たちが多く周りを囲んで焚き上げの様子を見ている感じになっています。結構たくさんのね村人たちに囲まれています。で、そのお焚き上げが村の平安を祈るとか必要な願い事を空に届けていくためのお焚き上げになってるらしいです。で、その時にそのお願いを届けてくれる龍が天に昇っている姿、そしてまた天から降りてきてくれている龍の姿を描いてくれています。昇
っていく竜、降りてきてくれる竜、その様子をね、お焚き上げの絵に描いてくれてます。でそれを見ながらね、うんうんうんってうなずいている私が写っています。でなんでうんうんってうなずけてるのかというと、全く同じことをこのアリゾナの地に来てからやっています。でそのやっていることに関して中村先生は全く知らない時でした。でその知らない状態でこの様子を絵に描いてくれています。で私がやってるお焚き上げっていうのは、ね、庭にねあのお焚き上げができる、焚き火ができる状態になっていて、冬至とか夏至の時とかに皆様からお願い事をね募集しまして、それを半紙に書いて、でこの竜の絵も描いて、でその日に空につなげて竜さん来てもらってお焚き上げを、そのお願い事のねお焚き上げをして空に返していくっていうことを実は意図してやっています。それをそのままの状態で絵に描いてくれていたのが先生です。でそのお焚き上げを始めてからもうすでにもう5、6年経ってるんじゃないかな。でこの絵を描いてくれた時は始めてから3、4年ぐらいの時なんじゃないかなと思うんだけども、お焚き上げの様子とその先生が見てくれていた私の前世で同じことをしていたっていうの